皆さんこんばんは、エジョーハの子でございます。ポチってしまいました。12月の10いつからだこれ。今日は2016年の12月の12でございます。で、1週間前12月の5日から Amazon でサイバーマンデーセールっていうのをやってましたよね。で、そこで、目玉商品いっぱい出てる中の、これです。これを最終日にポチってしまいました。初日に1回出ましたよね。初日に1回出て、で、あの時に一番最安値だったのが、マインクラフトとの抱き合わせで2万7000円っていうのが出てたんですよ。で、で、我慢して、って、もうね、すごい我慢して乗り越えたら、最終日にファイナルファンタジーとの抱き合わせですよ。早速開けていきたいと思います。いやー、あのね、2回誘惑してくるのはね、ずるいよね、ずるい。僕のチャンネルはまあ、つむつむがねメインでやってるから、まあ正直ね、任天堂スイッチの方がね、多分僕のチャンネルに合うかなと思ったんですよ。でね、プレステのゲームって結構リアルだから僕のチャンネルにあまり合わないかなと思ってぐっと我慢したんだけど、やってしまいました。やってしまおおちょっと納品書だけ、隠して、はい、よいしょ。では行きたいと思います。こちら、よいしょ、こんな感じで入っておりました。で、一緒についてきたのがこちらです。ファイナルファンタジーの初回限定版らしいです。なんかね、正宗だっけ？なんか強い武器がなんかついてるらしいです。お店で見たら結構高いんだね、高いんだね、9000ぐらいなんかしてました、このソフト。で、プレステ4の、スリムの方です。プロじゃない方です。いやいや、まあ、行きましょう。よいしょー。はい、こちら。プレイステーション4でございます。正直ね、僕、こういう据え置き型のゲームって買うの、ものすごく久しぶりなんですよ。一番最後に持ってたハードが、あれです。あれです。スーパーファミコンです。スーパーファミコン。高校生ぐらいの時に、スーパーファミコン、を最後に、もう何十年も買ってないです。何十年も買ってない。なので、久しぶりの据え置きゲーム購入です。いや、じゃあ、行きましょう。開封しましょう。このね、何十年ぶりにゲーム機を買って、ゲームができるかっていうことだね。よくは、まあ、子供と一緒に最近おもちゃ売り場に遊びに行くから、まあ、どんくらい綺麗なのかっていうのはなんかふんふんと見ながらね、なんとなく知ってるぐらいですよ。でもこれが、実際自分の手元に来て操作をするっていうと、なかなかね、なかなか。で、なんか付属品がいっぱい、ケーブルがいっぱいでございます。で、こんなゲームコントローラーなんてさ、なんか久しぶりに持つよ。久しぶりに持つ。今、ワイヤレスなのかな？ケーブルで繋がないのかな？はい。こんなでございます。何これ？いっぱいボタンがあるじゃん。何これ？何これ？これで動かすの？これ何？これ何使うの？こっち。これで動かして、これを何使うの？で、上もなんか2個あるじゃん。どうやって持つの？これ。どうやって持つの？どうやって持つの？指が足りないじゃん。指が足りないじゃん、これ。だってさ、スーパー、ファミコンの時はだってこんなのなかったよ。で、ここもだって1個だけだったもんだって。うわ、何これ、マジか。マジか。ちょっと、こんなにボタン使うの最近のゲームって。マジか。で、いよいよ本体でございます。今までのプレステ3はね、よく中古ショップとか見に行くと、あー、ほんとだ。はい、これです。うわ、本当に薄いんだね。本当に薄い。まあ、ちょっと大きさはでかいけど、こんなに薄いんだ。あー、おー、へー。
ほう、いきます。御開帳オープン。おーおー、かっちょええかっちょええ。で、なんか置くところの、なんていうの、この支えるところが、ボタンの丸とか四角になってんだ。おしゃれじゃ、おしゃれ、おしゃれだら、おしゃれだら。で、ディスクとかはどこに入れんの、これ。あー、ここか、ここか。あ、こっちが正面なんだ。多分見てる皆さんの方が詳しいからね。僕のこの、ほぼ二十数年ぶりのこのゲーム機を触っている様子をお楽しみいただければと思います。ほー、後ろ側のポートは何がついてんの。あー、ネットにもつながんのね。あ、ダウンロードしてゲームも買えるってことか。ほー、へー。では早速、つないで、このサブディスプレイに映してみたいと思います。おー、すげー。何これ。ほう、おーおーおーおおマジか、すげーな。おお、めっちゃ揺れるんだけど、このコントローラー。何これ。おうおう。こっからも取れんの？おお、すげえ、何これ。ああ、カメラね。カメラがあると、もっといろんなことができるってことか。あ、何？ここもクリックできんだ。ああ、なんかゲームできんのね。ああ、なるほどね。まあ、カメラを買ってねってことね。はい、とりあえず開封だけしてみたけど、最近の据え置きのゲームって、最近のっていうか、プレステ4やばいね。やばい。めっちゃ綺麗。ちょっと使いこなせるかわかんないですけど、ちょっとね、まあ、今回せっかくついてきたこの、ファイナルファンタジー、皆さんに需要があるかどうかちょっとわかんないんですけど、僕もこういうのあんまりやったことがないので、まあ、ちょっと一回試しにプレイをしてみて、評判が良ければ、まあ、ちょっと続けてみようかなと、ちょっとテストでやってみたいと思います。手探りで、まあ、ちょっとね、つむつむだけじゃなくて、いろんなゲームをちょっとこれからアップできたらなと。で、あんまりチャンネルにそぐわないやつだったら、セカンドチャンネル、あっちも、まあ一応ね、ゲーム、テスト用かな、まあみたいな形でちょっと運用してる部分があるので、あっちでもちょっと使いながら、皆さんに楽しんでいただけるコンテンツをちょっと増やしていきたいなと思いますので、次回以降また楽しみにしていただければと思います。以上、四畳半の狼でございました。新しいコンテンツ、これから頑張っていきたいと思います。つむつむも頑張ります。ありがとうございました。